突然ですがということで、マレーシアに対して皆さんがどういうイメージをお持ちかというのをこちらのページにクエスチョンで入れさせていただいてます。 ASEAN といってもですね、いろんな国がありまして、それぞれの国で皆さんのお持ちのイメージというのは異なるかなと思ってます。例えば経済成長力でいうと、ベトナムっていうのはいろんな企業様から日々私たちも営業活動の中でキーワードとして出てくる国ですし、人口の多さ、人口の増加っていう意味で言うと、インドネシアというのは巨大なマーケットということで、やっぱりキーワードが上がりやすいかな。一方で国が成熟していて透明性の高い国という意味で言うと、シンガポールというのはよくキーワードで上がりますし、日系の企業を含め多くの日本人に親しみのあるという国で言うと、タイというのがよく出てくる国かなと思います。そんな中でマレーシアっていうのは、マレーシア担当している私が言うのもなんなんですけれども、地味な国っていうイメージをお持ちかなと思ってまして、今日はそのイメージを払拭すべく、事実をベースに魅力をお伝えしたいなと思っております。で、今日本当に一番お伝えしたいことはもうこれでしかなくてですね、マレーシアの M&A っていうのは、成熟性、成長性、あと安全性、信頼性が揃う海外 M&A 初めの一歩に最適な国ということが一番今日申し上げたいことでございます。このキーワードとマレーシアに対する印象を今日皆さんが覚えて帰っていただければ、今日のセミナーは成功というふうに私は思っております。じゃあこれがどういうことかということを、今の次のページから少しご説明をさせていただきます。